皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。2023年11月の8日、18時6分、本日、これは、佳子さまたちへのメッセージや、テレビ出演の人たちへのメッセージとして、今佳子さまがペルーに、訪問されてますが、現地時間で7日、日本時間は今日8日なんですけども、日付変更線がありますので、時間軸がちょっとずれます。で、そのインターネットの記事で動画がついてるじゃないですか。で、ごめんなさい、もう忘れてしまった。ちょっと待ってください。これもみんなね、あるあるだと思うんです、正直。いろんな立場の方たち。ボルアルテ大統領ですね、ペルーの、公式会見ということで、表敬訪問で、左上にね、NHK ニュース、NHK 料金払ってるから大丈夫なはずなんですけども、右上に、米ブリンケン大統領、国務長官会見って書いてあるんです、ライブで。なぜここにこんなものが載ってるか時点で、ちょっと話おかしいんですけど、これ読んで、佳子さまが、ここへでね、ちょっとこの、記事の動画で、ブリンケン国務長官ってこう一瞬こう言い始めて、すぐ次の画面にさっと行くんですけど、付き添いで隣にいる女性の方がね、役者、淡井圭介本人ですって、左上の方に字幕が、これあるあるね。本当に今日ちょっと漫画、借りに行ってきました。大体少年誌ぐらいのね、内容のもので、今どういうものがあるのかなということで、ちゃんとポケットマネーで、借りに行ったんですけど、どうしても。面白いが入っちゃうんですよ、ペルーの方と日本人の方が、笛をね、演奏されていて、コンコルドがと、コンコルドは飛んでいく。どうしても面白いがある頭のコンコルドは飛んでいく。さすがにその時佳子さまは遠投はしてないんですけども、顔がちょっと笑顔になった。これは昔からの外交で、あの人が笑顔にしてくれてますからで、ある程度変わってはもらってるんですけども、これね、家の中だから、ある程度もう、しょうがないで、皆さん通してもらわなかったら、これね、佳子さまだけじゃなくて、さすがにスポーツの勝ち負けとかね、そこ全力で取り組んでいってるから、余計なこと考えないで、頭の中貸したりとか、そういうことを頑張ったりしてるんですけども、これ、ニュースとか時間軸違うわけあるでしょ。こちらも、開き直るんじゃないんですけど、もう結構で、結果でだから、いいやって思って、しょうもないこと頭の中によぎるときはよぎってしまうし、今のところスポーツの試合で、まずそれは、まず大体のところでありません。試合中ですよ。ついつい突っ込んでしまうと。突っ込みたくなるし、それ考えたら伝わるから、字幕読んだだけでそれが伝わってしまうから、もうどちらにしても同じなんですよ。もう自分から伝えた方がいいみたいな話になるから。大体昔からですよ。眞子さまもそうだったんじゃないですかね。ペルー表敬訪問された時に、コンドルは飛んでいくっていう。曲を聴いた時についついコンコルドは飛んで、これでまた友達と飛んでいかへんよりまだマシが。いや、今回のペルも、いや、もうこれも、もうどこからどこまで本当なのかなんかあるんですけども、航空機飛び立つのに、ちょっとトラブルがあって一日遅れっていうことなんですけど。なんか話できすぎてるでしょ。
わかんないですよ。もう昔からの流れでそうなってるのか、いやいや、もう、ニュースというものを伝えて。もう手上げ。あんまりそれが伝わり始めると、現場がむちゃくちゃになる。まあ、けど、音楽番組とかね、結構すんなり突っ込んでますよ。声に出したりとかして、しっかりと伝えようと。まあ、これぐらいじゃないととか、これぐらいじゃちょっととか、まあ、カウントダウン TV とかでも、曲の流れてくる順番で。ほら次これ来たやろって前の曲のタイミングがこれ絶対これわざと作ってるあれサーシャね多分意図的にこれ作ってるとしか思えない内容が結構いっぱいあるからランキングで一人一人統計取ったわけじゃないからランキングなんて本当にだからまあごめんなさい一般人の方向けとかテレビ出演者の人たちに向けて言ってるんですけどもまあある程度ねいろいろ聞こえてくるのはしょうがなくてそこまあ内容といろいろ一致して、まあ、僕も頑張って伝えようとしてるような内容、大事な重要とかも、もう結構ありますんで、そこを受け止めていただけたらなと、ただもう、もうこういう現実。これね、もう本当のこと言うと、これスポーツ選手も絶対覚えてほしいんですけども、iPad とかでね、まあ、インターネット関係、まあ、iPhone とかでも、まあまあ、スマートフォンとか、そういうものでも同じなんですけど、こう、インターネット記事がこう、さっきもありましたけど、まあ、いろいろ流れてるじゃないですか。で、そこでね、例えば面白い、芸、なんとか人みたいな人たちが出てるところとか、僕それね、もうこだわり始めたら、この日一日自分はちゃんと笑わなかったっていうところで物事を精査すると、そういうの一切見てないんですよ。もう繋がっちゃうとどうしても、しょうもない内容とか、その方向性で僕も考えてしまうし、好きか嫌いかで言うと面白い。そっちの方がいいかな、僕としても本当。だけど、スポーツの試合でそれ導入した現場めちゃくちゃになるから。入るストライクは入らなくなったり、平気で空振りしたりとか、普通に振り行ってるはずなの。そうなるから、だから試合中笑うことなんか僕まずないですよ。それどころか、ものすごい厳しくなりますから。岡田監督が笑ったし。指摘してますから。だから、インターネットで上がってくる、そのね、試合が終わった後の動画とかで、言ってる時は言ってますから、僕だったらもう試合中絶対笑わないっていうことをね。だから、他の方も急に、ってこうなってこう、ピシッとこう、急に笑いと。日本シリーズの最終戦、よく見たらわかりますよ。こう、できるだけこう余計なこと考えないで。もうか、余計な、ところ絶対見てないです、はずですから、それいちいち。で、あと、余計な会話とかも友達と選手と、し始めたらもう絶対無理になるから。だから日本シリーズの試合の日も、確か僕、最終戦笑ってなかったと思いますよ。遊んではならないルール併用で。で、ただその遊んではならないルールを使わなければ勝てないんだったら、これ、法の下の平等なのか、僕一人だけ奴隷制度なのか、何なのかもわかんないでしょ。おかしい、これ。ルール法律で、これ休憩時間どこにあるんやろ。今日負けた原因が分からへんっていうことになってくるんですよ。だからあんまりその方向ばっかりに一傾斜をし始めると、例えばね、普通に冷静に見てもらったら、いや、今日相手ピッチャーの出来良かったよとか、ちゃんと際どいところずっとボール投げ込んでるし、で、ここまでが本当、先にツーストライク追い込まれ て、正直その状況からはって、ヒット打つ確率はとか、まあそういう話とかいろいろ導入されたら、後からそう見たらそう見えたりもするんですけど、そこね、もう本
当に底力で、もうしょっちゅう阪神タイガースで、ツーストライク、まあの、今だったら、まあ、ノーボール、ツーストライクまで追い込まれてるケースはそこそこあるんですよ。そこから、ツーストライク、スリーボール、スリーボール、ツーストライクまで持っていって、フォアボールまで粘ってること、結構あるんですよ。だその辺のところは、打っていく方向なのか何なのかっていうところで、試合状況とかもこちらも見極めるから、まあ、選手との意思疎通の噛み合わせとかもあるんですけども、だその辺のところでね、相手投手が、こう、早め早めにストライク、あ、取りに来てるなって、正直、置きに行ってるボールとか混ぜ込んでる時はあるから、全力投球をしてるんじゃなくてね、思いっきりもう腕振って、とにかく全力でストレートを投げるとか、そういう状況じゃなくて、まあ、例えば9割とか9割5分ぐらい、まあ 95% ぐらいの力で投げて、しっかりとまずストライク取りに行こうと。阪神タイガース特にフォアボール今シーズン多いっていうのが分かっていたから、とにかくフォアボール出したら無駄に、得点されるっていうことがあるから、まあ、ただ、まあ、最終戦宮城投手、誤りの失点5失点ですよ。ごめんね、ほんと試合中泣いてたら原因が何か分かんないんだけど、それ僕もともとコントロールの良い投手が、そのオリックスがね、優勝だいぶ遠ざかっていたから、オリックスをもう強くせなあかんかったから、まあ、山本由伸がいるし、その次2番手で、コントロールの良いピッチャーだったら、まあ、大体なんとかなるっていう部分ね、あと野手がある程度なんとかなってないと、それ成立しなくなるんですけど、ごめんなさいね、加古さん、本当に。甲子園に今年。こちらの情報では女子野球の試合を観戦しに来たっていうことになってますから、まあ高校生でしたっけ、もう何が何やら僕もこんなに試合数多くて時間経過して、もうこうなるんですよ。だからまあまあこういうふうな一面も見せておかなかったら、あまり真面目なことばっかり言ってる映像ばっかり見た状態で来られても怖いでしょ。喋るとき、もうちょっとこう気さくな、こう普通に喋りやすい環境とか欲しいでしょ。で、まあこういうような内容も一応動画にアップロードしとこうかなと思って。あとまあテレビ出演者のまあ次の若手の人たちも、まあ未来から時間軸超えて、まあ、あの人が見そうな番組は聞こえてくるぐらいで、だから俺ね、もう YouTube とか、もう TVer とかもありますけども、だから、再放送みたいな形でも聞こえてる人は聞こえてるし、まあ、メッセージを投げかけてる時は投げかけていましたし、例えば、精神病院に入院させられていた時に、そのドラマの放送を見ていた時に、深田恭子とかに、その SOS、こういう件で、精神病院に入れられてると。それ精神病院出てからその 見ました、そのドラマ再放送だったんですけども、もともといつ放送されていたのか、10年後精神病院に入れられてる人を助けようと 思えますそれ無理でしょ。一応岡田恭子に怒ってたんですか。僕の同級生だった小中学校、まあ、幼稚園も同じだったはずなんですけども、森正人の妹が深田恭子、まあ、阪神・淡路大震災があったから、まあ、芸能人へのメッセージということで、小林麻耶や浜崎あゆみとか、途中から東京みたいな形になってるけど、本当は兵庫県民だったんじゃないのっていう、そのね、西宮市に一時住んでたっていうことは小林麻耶は、正式に発表してるし、フルーツラーバークで働く前から、確か、ラルフ鈴木さんが小林麻耶を連れてゲームセンターで会ったりとか、それはあったんですよ。未来でこの人と会ってるっていうことになってるっていうことで、で、ただ、それ言わせてもらうと、東山港、神戸市、兵庫区東山町4丁目、16の、4だったかな、3だったかな、もうだんだん、ここもね、有の中町3丁目、16の18、16までは同じだから、ややこしいんですよ。3丁目のところと4丁目のところが変わってるとか、ちょっとね、数字がもう長い間時間経過すると、もうちょっとバラバラになってくるんですけど、まあ、小林麻耶真央は子供の頃僕の自宅に遊びに来たことがあったと思うんですよ。で、東山高校に。まあ、他の僕と同じぐらいの年齢に近いところの層の女性アナウンサーで僕の自宅だとか、
まあまあ自宅ということでいいと思います。阪神・淡路大震災の後の仮設住宅もそこは西尾ゆかりとか赤井珠緒さんは絶対見に来てる。でまあまあ仮設住宅の暮らしとはどういうものなのかっていうところで僕の部屋見た時に、ね、阪神・淡路大震災でその東山コープからあの全開で、引っ越ししてきましたと。いろんな大事なものを持ってで段ボールに入れてるでしょ。次の引っ越しに備えて最初から大体のものはもう段ボールに入れっぱなしって、あの日常的に絶対使うものだけ出してるっていう状態ね。これが効率の良い生き方や。まあその話がどこからどこまで覚えてるのかっていうこともあるんですけども、当人たちも多分忘れてると思いますよ。もう二十何年も前、もう二人と もうテレビ局からいなくなってるでしょ。もう行方不明事件証言者証言者まあね、もう今はもう二十歳ぐらいの人なんかもう赤江珠緒とか西尾ゆかりって全然分かんないでしょ。女性アナウンサーって本当にそれこそその人いたのって言われた。あんだけテレビが映ってるまあもうこういう話になってくるんですけども、まあまあアニメ関係とか映画関係とか、淡井圭介つながりのところを、まあ実写版で言うゴジラだとかハリウッドの人たちも聞こえてますし、あの最近スパイダーマンの再放送はされたんですけども、ようやく思い出しました。ウルツラーパークでそのスパイダーマンの元々の成り立ちとかストーリーわからないから、僕もハリウッドの方で、放送してもらったらどうですかっていうことで、正直新しいネタってなかなかないでしょ。ストーリー作るのって大変ですし、多分ねって、自分の国でも新しい世代の人たちからしたらそれは新しいものであって、他国の人の新しい世代もそうなんですけども、他国ともなるとなかなかそこで覚えている人がもう10年経過したら大体みんなストーリー忘れてるとか、それは本当にありますから、あのね、ガンダムとかの一部のちゃんと見てきた番組とかはストーリーある程度ある程度は分かってるぐらいで、ちょっとだけガンダムの話していいですか。ゼータガンダムっていう作品、まあ初代ガンダムの次なんですけども、まあそのシロッコ、パプティマスシロッコっていう木星代理っていう肩書きのまあもうこんな言い方でもしょうがなくていいと思うんですけども、ラスボスと呼ばれるラストボス途中でこの人がラストボスかなってこう思わせるシーンとかもあるっちゃあるかなそう、木星戦艦ジュピトリスっていう戦艦があるんですけども、木星のガスをちゃんとタンクはいっぱいついてるんですよ。その戦艦真ん中にあんなとこビーム撃たれたの実弾兵器もあるって一応書いてます。宇宙空間だから人型ロボットで背中の方にね、あの噴射器つけてバーニア、あのロケット噴射それで前に推進してる。ちゃんと地球だったらジャンプしてる、飛んでみてバーニアで噴射して重力でやっぱり落ちてくる。人型は空飛べて翼がないとまさにコンコルド飛んでいく。ごめんなさいこんな話。シロッコが天体狂ったらどうするのっていうこと、叱られてるし、ちゃんとお辞儀しなさいっていう、そうしないとわからないからっていうことで動きで見せないと、このシーンがもっとそれ確かあったと思うんですよ。僕は見たはずなんですよね。それもしかしたらテレビで放送されなかったけども、本当はこういうシーンがありましたっていう、そういういろんな集を集めたもの。阪神・淡路大震災の後、昔のアニメでね、そのゼータガンダムっていうのは僕は小学生ぐらいで、高校2年生の頃、阪神・淡路大震災で今年3年生っていう年で、で、まあ、北斗の拳とかね、ダウンタウンのお二人が、北斗の拳バージョンでアニメで
どういうふうないきさつで吉本興業に入ったかっていうところで、まあアニメーショングラフィックでだいぶ遊ばれてたんですけど、それが面白くて面白くて、まあそれがみんな忘れた頃に北斗の拳多分リメイクっていうような形になって、で新北斗の拳みたいな形で、まあまあ有料番組と、まあ、DVD でのレンタルという形に、もうそれが2006年ぐらいですね。でラオウまでの話で終わってるんですけどその実情を聞いてみたい、売り上げ的なところ含めてっていう、その玄徳王権とか修羅の国とか、その後ケンシロウが記憶を失ってさまよっていて、本当の最後のエンディングってケンシロウが記憶を取り戻して反撃するんですよ。だからこれ訴える時の最後大抵の人当てはまる、僕だけじゃん、僕のケースをまるで描いてるように見えるけど、確かに未来からの時間軸で淡井圭介の声を拾ってる人はいっぱいいるって。で銀河鉄道999もどうやらそうみたいですね。その未来からの人で、人間その機械の体を求めるようなストーリーだから、死んだ後AI のコンピューターとかに輪廻転生してるかもしれないっていう話を僕はまあ思ったり言ったりだとか、それを銀河鉄道999の、鉄郎という主人公の人が、まあ、受け止めていた可能性があるとしか言えない。アニメ業界の人たちは、の上の方は僕のこと知らない人はまずいないでしょうし、まあ、宮崎駿さんだとか、まあ、いろんな声を受け止めてますから、まあ、安野さんももう結構なね、年配で、だから、ガンダムの生みの親の富野さんもそうですし、宮崎駿さんと富野さんがもう80前後じゃないですか。だからまあ、うん。まあ、そういうふうな今までの話とかエネルギーの残存量問題とか、みんな大真面目に悩んでいた人がやっぱり上になってるんでね、そういうことを何も考えないで生きていく人が増えたら、やっぱり世の中めちゃくちゃになってしまったもう後なんですよね。ちゃんとそういうことをしっかりと放送して、各会社でしっかりとそういうことを教えると、まあ、そういうふうな社会にもう一度直さなかったら、もともと車はここまで販売されてなかったんですよ。だからそういう風な社会に戻さなかったら、どちらにしても難しいなっていうところがあります。まあこう広く一般人の方向けでも今喋っているので、その佳子様一人を対象にしてるわけじゃなくて、まあまあ、他の動画でもこっそりと言ってますけど、多分国会議員の女性だと思うんですけどね、が皇室、旧皇室の女性の方か、もう会った時普通に喋らせてあげるからとか、そういうだまあ僕からしたら、まあもともと、まあ、まこちゃん、かこちゃんだったわけじゃないですか。だからまあその辺のところも含めて、もう僕も何かそういう理由なかったら、もう僕がガチガチになってるから、固まって。一番困るのは。僕がその社会的地位でこうなった時に、特に記憶を失ってた頃の淡いケースガチガチになって、なかなかこう自分の意見をはっきりと言えなくなった時は一番ややこしいでしょ。話が進まなくなって、いろんなこと、もうエネルギーの残存問題とか、地下水流トンネル発電とか、河川水門開閉式発電とか、マグマ発電とか、かまど発電とか、実際のところどうなのかっていうところ、みんなが本当知りたいところ、本当のところで、そこが話進まなくて、もうみんな嫌気さすでしょ。もうこれエネルギーの残存問題もう絶対無理やんみたいな形に、真面目な人ほど悩む社会っていうのはやっぱり変ですので、だからその辺のところは早く解消してあげなければならない。それについてはみんながどういうふうに生きていかなければならないのかとか、まあそういう話、どうしてもそういう固い話混ざり込むんですけど、ごめんなさい、混ざり込んでいた方がいい、もう漫画よコンコルドコンドルは飛んでコンコルドは飛んで、今の人たちが見たあれ絶対設計おかしいです前の方がなんかこうまあ航空機の前の方がこうなって
空気抵抗本当にあんな形あったのかなって僕も思うんですけど、それこそ動画で自分で探しなさいみたいな話になるんでしょうけど、まああの、まあホームページ淡井圭介の履歴の、まあ、一番のところにいろんなことを、アップロードしてますし、まあ、やっぱり人口日本人1億人いませんね、この国に今住んでる人が。間違いなく、第二次世界大戦とかで、その海外でお亡くなりになられた方とか その死亡届とか海外に移住したパターン、一番多いのは、まあ、北朝鮮の、まあ、朝鮮半島もそうですけども、ブラジルへの移民だとかフィリピンや、まあ、一部ベトナムの人たちもいたでしょうし、中国残留孤児だった方たちもいらっしゃったでしょうし、インドネシアで、そういう国からのその二重国籍にその方たちはなっていて、まあ多い方だったら三重国籍だとかそういうふうな形になってると思うんですけども、その国で亡くなった時に、その国の人間として死亡届が上がってきて、お医者さんが書いて、で市役所とか区役所の窓口の人たちが受け取って、で、お亡くなりにその国になりました。でそこの国の人としてその人口は一人減ると、まあ、こういうような形になるんで、他国のどこの、もともとどこの国の人かっていうところまで分からなかったら、これ連絡のしようがない。そこの窓口の公務員の人が調べる能力がなかったら。で、それがみんな、それを調べて対応できるかって言ったら、やっぱりこれ無理だと思います。本当に。調査能力の問題とかで。で、だから家の件数見て、大体今の人口どれぐらいかなっていうところを、例えば三田市とか神戸市北区とか、またるみくも神戸市 その人口が多すぎて、でこれどうせ他の都道府県も全部同じだと思いますよ。実際に公表されている人口より だいぶ少ないです。絶対もう絶対どうせそうですよ。またたるみくも僕は地図出して三田市 の実情とか、まあ、人口に関することをね、ホームページは YKS 記念歴の、51番か65番に記載してるんですけども、そこでね、神戸市の人口の実態とかそういうふうなところで、まあ述べてます。1と2を作って、だからチラシを一件一件巻いていったから、持ち出し枚数が何枚だったかとかいうことをカウントしてるんでね、我々秀和株式会社の時に、さらに秀和株式会社、神戸市は違うんですけども、三田市はある程度の規模だったから、その表札が一件一件名前が入ってる見える前輪の地図があるんですよ。で、まあ、地図の名称です。そこでね、その地図をちゃんと加工してビニールで、でつなぎ合わせて三田市一面のその表札が見えるレベルの地図も、部屋一面の大きさですよ。本当に部屋一面で収まってたかどうかわからない、それを作ってカウントしましたから、それもちろん集合住宅とか分譲マンションとかありますよ、ある程度の大きさで。ある程度のところあっても、まあ、大体でいいです。1万件ぐらい。だからもうそれが実情だから、人口、行政が発表してる10万人、ここは3つぐらいしかない時点で、そんなの嘘じゃないっていうことぐらい分かるから。51番ですね、イチローさんと同じ。日本の年齢、人口と、神戸市の人口と65歳以上の方の割合なんですけども、だから、その辺のところで日本平均寿命が世界一だったのは、まあ、他国に渡られた数の割合が多かったりしたっていうのも一つの原因だと思いますよ。あと、まあ、このそこを開くと、下の方に三田市の実態、以前から言ってます1と表現、三田市の実態に本当に重要なので聞いてくださいって、ここをタッチもしくはクリックしてもらったら、僕はいろいろ喋ってますので、本当はここの名称を日本の本当、まあ文章のことで方で書いてるんですけどね、神戸市の垂水区なんで、神戸市北区の面積で言うと10分の1以下なんですよ。そこに神戸市北区でもう20何万人っていう数なんですけども、実際は神戸市北区も家の件数が5万件ぐらいで、約そっから空き家引いてたから、絶対そんだけいない、ね、15万人いたらすごく多い方で、垂水区なんかもう面積が10分の1、確かに集合住宅
はたくさんあるんですよ。で、垂水区の隣に神戸市須磨区もあって、そう、もうどちらがどちらなのか、もうその集合住宅がね、700棟ぐらい並んでるところがあるから、もうそこも、どこからどこまで須磨区、どこからどこまで垂水区だったか、僕も現地見に行かなかったら思い出せないから、それこそ。で、タルミコって、もうその狭い面積な22万人。それ警察官に聞かれましたから、その、西区かタルミクは、タルミクだったと思う。タルミクで、警察官の方に、別に君のことを疑ってるわけじゃないんだけども、ちょっと質問してもいいですかって言われて、そうね、垂水区本当に二十何万人君の目から見ていると思うって聞かれて、なんか二人組で一人が普通の喋り方で一人が敬語みたいな、どちらの言い方の方が通用するかそうだったかもしれないということしか言えない。もうその当時のことはっきり覚えてないので、もう10年以上前だったと思いますよ。明石市の方に行こうとしていた時なのか、運転免許証の更新か何かで、で、うん、僕の回答は、え、そんなにいるんですかっていう回答で、僕らもそうって言って言っていたと思います、警察官の方は。で、無線でなんか受け答えしましたけども、兵庫県警の方で話してたのかどうか分かりませんけども、もう、これが社会の実情ですから、まあ、世界中人口統計大真面目に計算したら、その人口自体がだいぶ数変わってると思います。で、ただエネルギーの消費っていうのは年々増えていっていって、コロナウイルス騒動の時に渡航制限をかけてロックダウンを行った時にガソリンの消費が、例年と比べて数パーセント下げれたっていうことに、下げれたっていうだけで、車は根本的に売りすぎてるから、本当は電車バスとかでほとんどのところは行ける。だから、一般人のその生活として、だからその辺のところを世界中で徹底しなかったら、結局、河川水門会式玉発電と蒲田発電とマグマ発電が出来上がっても多分無理だと思いますね。どちらにしても時間の問題で、ある程度のところで絶対ここまで来れば大丈夫だっていう部分はあるんです。いろんなことが成功したらの話ですよ。マグマ発電とかで金属の方から登ってきてくれるような形になるから、そのマグマ発電の発電した後融解した金属が出てきてくれたら、一応それで例えばね、1秒間に1万キロワットの発電量で、タービンを回してギア比を変えていって、1秒間の発電を10万キロワット発電できたら、ね、エネルギーは増えるわけじゃないですか。ただしそれするとすごい勢いで、金属がなくなっていくから、金属同士を摩擦で静電気を発生させて、発電してるんです。で、それを、電気の伝導率の良い、銅や、まあ、金はさすがに使ってないと思いますけども、そちらは、テレビとか電子機器の基板で使ってます。洗濯機とか。電気の伝導率がいいので。で、だからまあそこまでたどり着けるかどうか、それは僕は生きてるうちにそれ確認できるかどうかは甚だ疑問なんですけども、まあ、ある程度のところまでは日本で確認するところまで私は生きてるとは思うんですけども、まあ、結局は節約を導入しなかったらどうにもこうにもならない。ただしそのかまど発電とかで竹とか木は生えてくる、倒木もものすごくあると。まあ、こういうことでね、まあ、琵琶湖の方の撮影行った時の、もの、まあ、あちらの動画で、たまに山の写真、中を、撮影してますけども、倒木がたくさん、本当に、ゴロゴロしてます。丸太みたいな、大きな倒木が。で、海外から購入して。バルト三国から言う
世界中から叱られますよ。あんな距離から丸太運んできてくれって絶対どっかの国の人に、まあ、あの仲良かったとしてもこれ突っ込まれるときは突っ込まれるからお前ら金に物言わせて何しとうねって僕ら阪神・淡路大震災と東日本大震災と熊本の大地震とその間で新潟の大きな地震2回発生して、北海道でも震度6あったっていうことで全然そんな余裕ないよく分かってない人が何か為替相場で勘違いして輸入してしまってる。で小麦粉の輸入量もちょっと前が400何十万トンだったのが最近去年のデータかな、577万トンも小麦粉の輸入、安いからもうだからもう為替相場1ドル150円でもうちゃんと自分の国で作らなあかんっていうことで金も自分の国でやるバイオマス発電を作って海外が木材を入れそれ運んでくるのにどれだけガソリン消費してるかあなたたち真面目に考えてみたことありますって山行ったら最初から木倒れてるよって積み込むだけやごめんなさいねあのすごく熱心に真面目側の人で日々 ものすごい法律頑張ってる人たち皇室に対する不敬な行為だって僕も追い込まれた僕もがんじがらめになるんでまあまあさすがにそんな方はいらっしゃらないと思うんですけどもまあ皆さん一つその辺お手柔らかによろしくお願いします。いややっぱりもういろんなこと気づいたら。もう喋り方こうなるんですよ。そう怒っていうよりもまだマシでしょ。本当にもう怒り始めたら僕も止まらなくなってしまうことあるんですよ。いやそのせいもないたち年収とかを見てしまった時に我々民間人がどんだけねこうってまあいろんなところをしっかりと改革しなきゃならないっていうのはこの世の中であって改革ってそんなに難しいことじゃなくてちょっと言われたらもう気づくでしょ。それもなんかこう隣をすぐ指さしちゃう癖がもうついちゃってるんですけどそこ何もないですからある程度ね体の表現で示してるだけで、まあ、指差し運動とか手旗信号みたいなもんですよ。裁判所の勤務者の人たちでね人に指なんかさしたら失礼じゃないかって言った人たちを指さしてるんですよ僕も。ねえそうなんでしょって、いや違いますよって、僕もそれ悩んだんですよって、ものすごく何か伝えたい時とか、だってあなたたち名前名乗ってくれないじゃないですかそうしたら指刺さんかったら分からへんし、電車の指差し運動ね、運転手さんと車掌さん、都会まだちゃんと車掌さん後ろ一番後ろのところに乗ってる人ドア閉めるときに指差し運動で、挟まってる人はいないか大丈夫かっていうとこ確認してからそれから出発の合図を、運転席の人に、合図を送るとそれから出発と絶対これをしておけば大丈夫だっていうねただもうやんちゃな駅がカーブ描いてるんです無理向こうの方がどうなってる絶対分からへんっていうことにミラーつけてるんですけどあれ目の悪い人無理でしょう見えないでしょうあと暗かったりしたらあとミラー磨かんかったらこの辺の道もそうここの線路沿いのところこの間もまた黒いオートバイと黒い車がね衝突事故を起こしてるんですけども、そこそこ見かけますここの道っていうのは線路沿いに向かってまっすぐの道があるじゃないですかそこに向かって横からの T 字路がいっぱいあるんですよ田内駅から岡山の間に軽く20超えるでしょで車の形状から行くと前の運転席の前に大抵のところエンジンルームがあるんですよ。ボンネットと呼ばれるところ。あそこの中にエンジン積んでるんですよ。だから、ある程度前で出なかったら左右見えないでしょ。ね、恐る恐る出なきゃならないでしょ。で、左側通行が、だからこれは、田尾から岡場に向かっていく人がやっぱり発生してるんですよ。岡場の方から田尾に向かってる人で、ここの交差点で事故を起こしてるとこ、僕は見たことないです。本当に。
わからないですよ。その24時間僕は見てるわけじゃないですから、大体何か買い物とかの時に外出るだけですから、だから経営上みんな左通行、道路交通法を教わってるから、あと対向車が来た時にどうしても自然と左寄るでしょ。だから絶対左側走ろうとするでしょ。だから左側走ってる時ほど、まあこれはオートバイだけに限らず、普通車の方も、もう常に減速して気をつけておいた方がいい。大体みんなちょっと出てくるから、もうそれ絶対それがもう絶対そうなる法則だからそこ。あもう誰こんなところにエンジンルーム作った人。だそれ考えたらワンボックスとかの方が賢いんちゃうか。ただ僕から言わせたらそのタイヤがねこれメーカーに言ったんですよ。雨のスリップとかでも横転事故を起こしてる映像とかあるんですけども、高速道路の下り。何か重いものを積んでいたりとかもしてもそうなんですけども、グリップ力は全然違うんですよ。で、滑り出す瞬間なんてみんな分からないんですよ。どれぐらいの程度で滑り出すのか。それで急に、車が、コントロール効かなくなって、蛇行して。あれなぜ蛇行してるかって言ったら、ちょっとは左にハンドル切っただけで、急に左の方に一気に寄っていって、タイヤが空転してね、雨で。あと、プラス、下りで、上からの、こういう風な荷重に変わるから、支えきれなくて。で、もともとタイヤが小さすぎるんですよ。で、それ言ってメーカーの人たちに大きなタイヤつけてもらうようになったんです。で、普通に考えたらわかるっていうこと。もう僕もそういう、まあ、ワンボックスと言ったらいいのか、昔はバンって呼ばれてたりしたんですけど、バンって。それ打たれる時のそれもしかしてこれ分かってて作ったんじゃないですかっていうことで、一応この車4駆にも、まあ、2駆と4駆変えれるんですよそのまあちょっと変わった車だったんですけども、けどそういうのでもやっぱり今度ワンボックスはワンボックスで風のね受ける面積がひどくて、それはそれ強風の時これ やっぱり台風の時あれ横転するどころか横転した後横で引きずって行かれてるよって、滑ってるもう横倒しになってタイヤが横になってるんですよ。それが滑ってるんですよ、風に押されて。あれが現実だから、だからどういう形状が一番正解なのかっていうのは知ってるんですよ。パジェロとかああいうふうな四駆型で、元々の三菱のでタイヤの太さはあれぐらいで四駆にしておく。本当のこと言うとノーマルタイヤでも雪がある程度積もってもあのタイヤだったら進めるんですよ。でブレーキもある程度効きます。それこそもう普通に考えたら分かる、もうタイヤの設置面積なんですよ本当にどれだけケチったあんなに軽自動車につけるようなタイヤなんかつけてんのそんなあんな車体でって、それは横転するに決まってるでしょこれが日本、これで日本世界の販売台数1000万台を突破したとか、後から全部バレた叱られるどころじゃないですよ。法律に強いと本当に集団訴訟してきますよそれどう、それガードしていいのかどうかで考えたら、それ甘んじて叱るべき対応でね、そのね、今度からちゃんとこういうふうに作りますもうこれだけの慰謝料を払いませんで許してください。もうそれで車の作り方変えるしかないっていうことはもうだいぶ前に言っていてでも、まあ車の作り方が、まあ、一部ねちょっと変わったぐらいで、多分まだ販売店の人とか長年、特に長年働いてきた人でまだ分かってない人たちいっぱいいると思いますよごめんなさい、長い話でもうこれぐらいにしておきますまあ、こんな時に言うのもあれですけども、まあ、皆さんチャンネル登録と、着信通知の設定よろしくお願いいたします。わからない人は身の回りの方に聞いていただいたり、販売店に聞きに行けば、着信通知の設定わかります。それを覚えたら、まあ、一般人の方へ向けてなんですけども、自分が好きな、バンドとか、まあまあまあ気になる番組の動画とかそういったものがアップロードされた時に着信通知が来るようになりますから、自分で検索ワードを探すのってあれ無理あるでしょ。だって検索ワードが分からなかったら探しようないでしょ僕も阪神淡路大震災の倒壊したビルで、特に1階部分がぐしゃって潰れてるところの映像が一番分かりやすいなって、今後のことを考えるとっていうことで、その映像を検索するのが、もう探し出すのがものすごく大変で、そういうのいろんなのアクセスできるようにしてますけども。
もう気がついたらこんなに巨大なホームページになりました。皆さん長い間、ご清聴ありがとうございました、まだまだもうこういう話いっぱい出てきますね、社会の改革まあこの間のね、昨日かな放送された、ニュースで、まあ、去年もその前の年も放送されてたと思うんですけども、よくない業界の、トラックね、何か、広告みたいなトラックとか、まあこれ軽自動車もそうなんですけども、よくない業界の、広告、音楽流しながらとか、もうそれもう公務員全員で迷惑防止条例やんで全部押収したったねああそういえばテレビ向かってその時僕言って伝えてたんですけども、後からニュース終わってから、あそうや何年も前にも同じこと言ってたわって思って、それで押収したんやったって思い出して。いや、ほんとほんと。で、よく見たら、あ、神奈川県、横浜市、あったって。サッカー、サッカー、サッカー。お前ら何したのって。自分たちのエリアちゃんと守れよ。ちゃんと取り締まったって。あれ、僕は言ったからよっていうところでね。ニュース流れるたびに僕からのね、素晴らしい社会改革の話いっぱい出てきますよ金額に直すとものすごい金額まあそれよりも、まあ、金額見るよりも本当は中身の方を重要視してほしいっていうことなんですけどね、まあ一般人の方に向けてなんですけどもこんなに法律本当はその方向でね、法律名と条何条とか出すのにこの人が全戦力向けてきたら一気に書類的正直裁判所の裁判官を調べるからみたいな形で勝手に記憶する人第三者の善意として動いてるかどうかって、裁判官が誰それさんの誰それという裁判官がこう言ってますって法廷でってそこまで言ってるんですから、書いてるしそれある程度のところで、だからそこでそれいちいち法律にまとめてきて規約してるんだったらっていう話になりますから、高い給料をもらえるだけの根拠なくなりますよ、賞与とかって。いや本当はこれ総理とか、うん、まあ内閣とか国会議員の人たちで防衛服の色ね、灰色がいいんじゃないかなっていうことを昔から僕言ってるんですよ。まあバンドでグレイっていうバンドがありますけども、まあ正直今までのトータルの曲で、良い曲、まあ僕の方で選曲してみたところ53曲今までの、長い歴史の中であったんですけども、もともとバンド名の由来が白でもない黒でもない、間の灰色っていうことなんですよ。でそれぐらいが一番本当は世の中の現実しっかりと的確に受け止めてるんじゃないかなって、社会出てきた時どうしてもみんな法律違反するような仕組みになってますから、よく法律わからないまま社会に出てきてますから。で六法全書見ただけだったらこっちではこういうふうに書かれてるけどこっちはこういうふうに書かれてるの話になるし、まあいろんな法律とか照らし合わせてで、国の窓口行ったりとか電話とかで電話かけて聞いたりとかしなかったら、例えば各都道府県によって最低賃金の金額はいくらだとかそういうことがわからない、そもそもで言うと。だからそういうふうなことを知ると、燃え尽きるほど頑張らなきゃならない立場じゃないですか、裁判官って。ああちょうど灰色でいいし、そんなの平成の頃に、ね、灰色の六法全書にちゃんとなってるのに、平成31年度は分かります。で、こちらがね、平成20年度の六法全書。こちらは令和平成19年の、都政六法、令和2年のものも持ってますし、判例六法は平成21年の版のもの持っています見せましょうか一回現行法規と現代日本法規まとめましたから、安倍政権の時に。本当にいちいち二重行政をややこしいそんなに逃げ回ったって、もう大体もう悪いこと誰がしたか常識に照らし合わせたら分かるでしょ。裁判所の裁判官が法廷でちゃんと言ってるんですが、僕は傍聴席から見てました。あなた常識をお持ちですかっていうことを被告人の人にもっと強い口調でビシッて言ってますから
ちょっとでも、ちょっとでも変な回答したら、ちょっとね、逃げに入ってるような、こと言った。やっぱりあれぐらい、もうその人、窃盗犯、窃盗犯のじいさん。変な変と。その、タバコを盗んだ理由が、むしゃむしゃしてます。最初僕傍聴席聞き間違いかなって思ってついつい、周りそんなに人いないんですけどついつい周りキョロキョロして、え、嘘って思って、ここでふざけるって思って、このじいさん自分がここに本当に分かってるんかなと思って、普通言わないでしょ、窃盗犯で捕まって法廷に出されるぐらいですよ、その時点で言う。裁判官急に口を強くなりますか。あなた現実、あ、じゃあ、あなた、常識をお持ちですかっていうことをもっと強い口調で言うから。もう僕も何回も傍聴席見に行きましたからね、いろんな件。ごめんなさい、もうこれ以上話長くなってあれなんで、ちょうど51分なんで、ちょうどね、51番、一郎さんと同じ背番号、まあ、人口のところの話で、これぐらいで終わらせていただきます。皆さん、チャンネル登録と着信通知の設定、よろしくお願いいたします。長い間、ご清聴ありがとうございました。